皆さんこんばんは。ジョネトラダムスウィークエンド、今週も人類滅亡ということで始まりましたが、はい、始まりましたね。まずですね、皆さんにお知らせがあります。はい、完成しました。お、じゃーん、朝日新聞縮小だということで、はい、個別の1万人の皆さんにね、はい、漏れなくプレゼントしたいと思います。プレゼントなんですか？はい、これとりあえず吉田さんにあげます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあどこかに、どこかに貼っておいてください。貼っておかないと。はい、別に貼らなくてもいいんですけど、はい、これ何のことか皆さん分かると思うんで、はい、あのハブ電脳にアップしたあれなんで並列化しちゃうのでみんなよく分かると思うんで。分かりますか？並列化ですか？はい、まあそのうちゴーストハックかけますからね。もう何言ってるのかさっぱりわかんないですけど。この動画を見るとウイルスが発症します。はい、また発症するんですか？はいはい、そのウイルスは ね、はい、ウォーターストッパーという名前のウイルスにしたんですよ。はい、ウォーターストッパーウォーターストッパーというウイルス、はい、ウォーターストッパーと言って分かる人は分かります。分かるんですか？あれの逆ですからね。あれの逆のウォーターストッパーというのは、はい、まあまあいいんですよ。はい、で、それが、まず発動したら目覚めて行動を開始するんで、はい、なるほど、あくまでも個の集合体ですから我々、はい、そうですね、何言ってるか分かりませんけどね、はい、はい、もうこの辺にしときます。そうですね、もう1分ぐらいかかってこれぐらいはい、はい、ということで、あ、ちなみにこのステッカー欲しい人ね、はい、八重洲イブニングラボで漏れなく差し上げることにしました。お、そうなんですか？はい、八重洲イブニングラボの会場当日お越しいただいた方ですね、はい、全員にこのステッカープレゼントしたいと思いますので、ぜひお越しください。はい、我こそは個別の1万人ということはぜひですね、はい、八重洲イブニングラボ、あのまだチケット大丈夫なんで。あ、そうなんですか？はい、もうちょ、もうでも半分以上売れちゃったんで急いで買った方がいいかもしれないですけど、今週末ぐらいで結構ちょっと数的にはやばいと思うんで、はい、はい、来た人はぜひ来てください。はい、じゃあ私も個別の1万人ですね。はい、個別の1万人入りました。はい、仲間入りです。やったー。はい、吉田さんも1万人入ったぞ。はい、はい、で今日の一発目これです。ドン、マネロン来ましたね。いや、これゴンって書こうかなと思ったけど、もういいや、マネロンでと思って、はい、特別配任じゃないんですよね。じゃないんですよ、はい、もうやっちまいましたね。はい、はい、今度はオマーンですね。そうですね、オマーンの会社に、はい、まあ、会社からコンサル料かなんか振り込んだことにして、はい、でそこからまあゴンさんの息子の会社とかいろんなところに、はい、ね、あのすげえトンネルしてやったのよね、しかもね。そうなんですか？はい、でね、資金の流れがどうも全部掴まれちゃってる感じなんですよ、見てると、はい、なのでこれはね、ネコ組長が前に言ってたんですけど、あの国際コロレス銀行という仕組みを使ってですね、はい、やってるはずなので、アメリカ当局がもう資料出したら一発だよと。あ、そうなんですね。そう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 、だから何個か経由しててもどこ全部経由して、いくらどこを経由していつ振り込まれたかって全部ね、記録残っちゃうんです、はい、アメリカに。じゃあもう見つかってしまいますね。はい、そうなんです。我々がね、海外送金するときってね、いつもそうなんですよ。あの例えば三菱 UFJ 銀行で海外送金しようと思って、はい、100万円持ってってドル転するとするでしょ、はい、まあ、1万ドルぐらいもらえるでしょ、はい、でその1万ドルをあの送金するんですけど、キャッシュで出さない限り、その、ね、1万ドルってね、三菱 UFJ 銀行が持ってる国際コロレス銀行と言われるいくつかの銀行あるんですよ、まあ、JP モルガンとかなとかいくつか個別にあるんですけど、はい、でそこの口座に1万ドル自分のところにこう入るだけなの。あ、なるほど。でそこから送金先のやっぱり JP モルガンかなんかに持ってる口座にお金がこう電気的に移るだけで、はい、実際にはその金庫の中にあるだけなんですよ、アメリカの。数字がパッと変わるだけなんですね。そうそうそう、数字が付け替わってるの、はい、だからあのアメリカで資産凍結されるときついのは、みんなその仕組みだからなんですよ、はい、あ、なるほど、はい、実際のお金は全部アメリカにあって、はい、でそこのその仕切りが変わるだけなのね、はい、まあ、あのイメージしやすく言うと、金庫の中に自分の部屋があるとして、はい、その部屋からあのその送金先の部屋にお金が移るだけなんです、はい、で実際にはその物理的な部屋もいらなくて、はい、電子データが移るだけなんで、あ、何も変わらないですよね。何も変わらないんです実は、はい、でそのまあ付け替えをやってるその記録帳簿をつけてるだけ で、はい、でその帳簿つけてるのが国際コロレス銀行と言われてる、大体4個ぐらいある。はいはい、まあ、JP モルガンとなんとかなんとかなんとかって言ったら、俺 JP モルガンしか覚えてないですけど、はい、まあ、有名ですよね、はいはいはい、あるんですよ。なので、メリルかな、メリルじゃねえや、どこだっけな、まあいいや、まあ、はい、そうなんです。でそこで付け替わっただけなので、ってことはアメリカの捜査当局がですね、まあその当該銀行に行ってですね、記録を全部出してくれと言えば、はい、日産からまずそこにね、はい、オマーンに渡ったお金、実際にはオマーンになんか渡ってないですからね、アメリカの中で、はい、あの日産のアカウントからオマーンのその会社のアカウントにこう付け替わっただけなんで、記録がパッて残ってるんですよ。トラッキングされちゃうんですよ、はい、でそこからゴンさんがいくら分けてやっても分けたとこ全部分かってるんですよね。バレバレですね。そうそう、でその口座も全部登録されてるので、はい、個人情報も全部取れるんで、これ誰だって感じになって、はい、一発ですよね。もうダメですね。マネロン、マネロン厳しいんですよ。はい、昔だとこれ隠せたので、何回も言いますけど、昔は無記名債ってやつがあって、はい、もうすごい便利なものがあって、本当無記名なんですよ、誰が買ったか分かんないの。もう分からないままでいいんですか？そうで、誰が買ったか分かんないんですよ。人から預かってきて、その人から預かってきたやつを銀行員に預けて、はい、両替してもらったりとかして、両替というか換金、はい、召喚したりとかしてたんですからね、はい、でその銀行員に預けて召喚する係を俺がやってましたから昔、はい、新入社員でも OK なんです、ね、新入社員がそれやってました。はい、はい、でこの間ね、やっぱりね、長銀時代の後輩の人にねちょっと会ったんですけどね、あれやってましたよねとか言ったら、覚えてますから、みんなやっぱね最初の仕事それだったんで覚えてる。そうなんですね。銀行員駆け出しの頃は最初はみんなマネーロンダリングから入ってたんで
すごい銀行ですね。すごいところですね。長期信用銀行、はいはい、まずは新人研修でマネロンみたいな大変な銀行ですね、はい、そうそう。で、はい、昔はこれがね新宿駅の東西とかでできたんですけど、はい、今それができないんでオマーンとかを介して、はい、結構遠くからね、はい、こうやるわけですよ、はい、で、この前にその、お衣装ね、ゴーンさんが為替スワップ取引で大損こいて、はい、で新生銀行がお衣装入りますと言った時に、はい、最初に日産にお衣装入れさせたのね、はい、でそれはさすがにアウトだってことで戻したんですけど、はい、もうこの時点で一回敗任なんですよ、はい、敗任ワンペナ、ね、これ猫組長の解説ですけど、はい、でその後じゃあお衣装足らないからどうしようってことで、じゃあ俺の友達がお衣装払いますからって、はい、ジュハリってやつがお衣装入れたんですけど、これ2ペナです、はいはい、これ誰の金だよって、それそうですよね、でしょ、普通そこでこれ本当あなたのお金なんですかと、お衣装ってあなた自身の資産で入れなきゃ意味ないんですよってことで突っ込まなきゃいけないんですけど、はい、申請突っ込まなかったんですよ。突っ込まないんですね。突っ込まない。で、そのジュファリーの金は多分日産の金だろうなと。はい、で、実際に日産の金なんですけどね、日産が振り込んだ。で、だとしたら会社が個人の保証するなんておかしいじゃんと、はい。株主にそれ説明できるようなね、お衣装なんですかっていう話で。できないですよね。個人的なもので。そうそう。で、これもね、損失が発生してないから犯罪じゃないとかアホなこと言ってたやついるんですよ。なんか元検察のやつとかなんかよくわかんないのが、はい。これも全然ダメで。もうやってしまったらダメですね。ダメです。だって、はい、あの例えて言うなら博打でね、はい、負けて、はい、で賭場にツケがあるわけですよ。はい、でそのツケの保証人に会社にやってもらいましたと。はい、うちの会社をじゃあ保証人の名前書いてもらいます。アウトでしょ。アウトですね。あなた個人の借金ですよね。はい、そうと。ね、賭場のツケはということでしょ、はい、でスワップ取引なんで、まあ、ギャンブルみたいなもんなんで、はい、賭場のツケと同じですよ。賭場のツケの保証人を日産って名前書いちゃったとダメですよね。ダメでしょ、はい、それは自分で書いてくださいって話ですよね、はい、そうですよね。なんですよ、はい、だからもうこれで2ペナなんです、はい、で今回のやつ3つ目、はい、あれはもう単純に特別背任ですよね、はい、会社のお金を取っちゃったと、はい、でも一応ゴーンさんの多分言い訳っていうかロジックは、はい、おそらくね、そのもともとそのボーナスプールしてた金をね、払い出しただけですからと、もらわなくていいよって言っちゃった分を、そう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 、はい、まあ要はその今は払い出さないけど、はい、将来もらうって言ってた金をここでもらっただけですから、もともと報酬だしいいじゃないですかみたいなことを言うと思うんですけど、はい、だとしたらじゃあ直接もらえばいいじゃん、お前の口座に。そうですよね。なんでこんなおまわんなんか返してやるのってことですよ、はい、なんで隠そうとしたのってことで、はい、だそうすると有価証券取引所に書きたくなかったんでしょ、はい、っていうことで最初の罪がこれアウトになっちゃいますよね、はい、だ結構これでなんか袋小路になったかなと俺は思ってるんですよ。これ個人的な感想ですよ。でももうダメですよね、はい、ルノーも訴えるって言ってますね。そうそうそう、でルノーもついになんかそうなの、うん、訴えるって言い出して、でね、はい、これ多分もう全くのこれ憶測ですよ、はい、何の根拠ないですよ、取材もしたいんで、はい、ですけど多分ルノーは、フランス当局から、はい、その送金データもらったんじゃないかと。あ、なるほど。でアメリカ当局がフランスの当局にそれ情報提供して、はい、お前こいつ逃げらんねえよと、はい、マネロンだからアウトなんじゃないって言ったのかなと。これ全部想像ですよ、はい、で外れたらすいません。だとしたらこの手のひら返し、最近急に手のひら返したでしょ。はい、そうなんですよね。ルノーの役員からも追い出したんでしょ、はい、まあ、大統領降りて、で役員からももう降りて弾き飛ばすと、はい、いうことなんで、あ、ここまで周知するってことはなんか持ってんなフランスはと。そうですね、はい、思って、で最初ゴーンは無罪だとか長期交流の弊害がとか言ったんですけど、はい、最近全然言わなくなったでしょ。そうなんです。でもともともっと長く捕まえてていいよって言ってたのは黄色いベスト着てた人たちね、はい、日本は素晴らしいと、ゴーンなんか もっと早く逮捕すればよかったんだってあのベストの方々がそのままずっと入れとけぐらい言ってたのが黄色いベストの皆さんで、はい、でこれで再逮捕って聞いて、黄色いベスト多分今週末お祝いですね、パリでね。また始まるんですか。また始まっちゃいますね。パリはお気をつけください。パリに行ったらお気をつけくださいっていう感じで、はい、なので、まあ、これマネロンの手法を思いっきり使ってるし、はい、でその上に、まあ、申し開きできないですよね、はい、最初のその有価証券報告書の、まあ、不実記載みたいな、ね、虚偽記載か、はい、虚偽記載みたいなところから、マネロンね、まあ、特別背任へと話が移り、そしてこの、16億のクルーザーを買うための、誰がどう見てもマネーロンダリング。そうですよ ね、会社の何を買ってるんですか。そうそう、で会社の金で払い出してその、ね、買って使用で使ったってことになると、これ税法上も問題ですよね。もうダメですよ ね、 ね、あなたの所得でしょこれと、はい、なんで所得税払わないの。まあでも海外で受け取るからとかいろいろ非居住者とかやるのかもしれないですけど、はい、まあ、結構だからちょっと弁明の余地がないですよね。やばいですよね。そのクルーザーが水陸両用車で、うん、日産とかだったらまだあれですよね。ないですね。ないですね。ないです。ないです。はい。はい、あと広中さん、はい、無罪請負いに、はい、ちょっと神通力落ちてきたかもしれませんね。おやばいですね、はい、あでゴーンさんで結局会見したんだっけ。会見しなかった。まだしてないですね。あ、しないまま逮捕だったんだ。そうなんです。会見させればよかったのよね。はい、来週あたりするっておっしゃってましたね。会見させるとね、結構不利なことを
が多いんですよ、はい、会見させてからの逮捕でもよかったんですけど、会見させなかったのそもそも、ね、そうなんですよね。うわえぐいなこれな、はい、いや、まあまあ、とりあえずあのそういうこと でだんだんこう情報出てきて、はい、でその事件の全容もですね、猫組長の解説でかなり分かったんで、はい、私はポジション的にはかなりグレーから黒へ近づきつつあるな、はい、で最初ゴー無罪だとか言ってみんな言ってるんですよ。どうするんでしょうねこれね、どうするんですかね。いや特別会議に犯人の可能性まだあるから、これ白黒言わない方がいいよって俺ずっと言ってたんですよ、はい、覚えてますよ ね覚えてます、はい、白黒はまだ言えませんけど、はい、あの絶対白ってこれないですと、もう初めからおっしゃってましたよね。そうそう、はい、無罪だってあんま騒いじゃうのまずいと思います、はい、まだ黒の可能性ありますよって言ったんですけど、だいぶ黒の方に今もう真っ黒ですよね、ほぼ引き寄せられてきてるので、はい、これどうなるか、まあ、それでも証拠不十分なんのかでもね、なるんですかね。いやでもこれかなりあの見てる限り報道の通りだったらもう完全アウトだと思いますよね。そうですよね、はい、アメリカからそのデータはもらえないんですか、日本はもらってるんじゃないのかな。東京地検特捜部ってもともと闇市のね、はい、あの物資摘発 あのために作られた、はい、まあ、組織なんですよ。そうなんですか、はい、あの物資隠匿してね、はい、あのまあ、当時その戦争直後、はい、でその物資を隠匿してそれでその闇市で儲けてるようなやつを摘発するっていうのはもともとの役割で、はい、GHQ とのつながりっていうのはちょっと特別なものが、アメリカとはちょっと特別なつながりがあるというあるんですね、いるんですよ。ということはもうきっと持ってるんですよ ね、まあ、全部憶測ですけど、はいはい、何の証拠もないですけどね、はいはい、せっかく10億は返ってくるんですか、あの保釈金の10億は。保釈金の10億は逃げなかったから返してもらえるんじゃないかな。う、ね、どうなんだろう、どうなんですか、ね、うん、と思いますよ、はい、あの逃げたら取られちゃうっていうのが保釈金なんで、逃げてないですから、はい、逃げてんの、逃げてないですよ、逃げてない、切れてない、切れてないですよ、こういう感じでやらなきゃいけない、大丈夫だと思います、はい、で2つ目、はい、じゃーん、外商投資法、どん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 、これもインチキでした、すごいね、今日インチキシリーズだよ。そうですね、インチキって読むんですよ ねそうです、これ外商投資法と書いてインチキと言います、はいはい、この外商投資法というのはあの先週、はい、まあ、鳴り物入りでですね、はい、まあ、チャイナが発表した、はい、まあ、なんて言うんでしょう、貿易自由化のためのね、はい、まあ、あの法律なんですよ、はい、でこれね、あの、まあ、私も最初これ出た時は今はガチガチでしょ、規制されてるでしょ、はい、チャイナの、まあ、貿易とかね、はい、その知的財産権とかほとんどないし、はい、技術移転も強要されるし、もうろくでもないんですよ。でアメリカ怒ってやってますよね、はい、でそれよりはこれ出たんだからちょっとマシになったんじゃないかって思ったんですよ、はい、思いますよね。甘かったです。ダメなんですか。全然ダメでした。中身が伴ってないんですか。中身がね伴ってないということをですね、はい、もうあの私がねもうあの一番あの尊敬しているというか、はい、もうあの日経新聞にはねあの2人しかまともな記事を書く記者がいないって私前から言ってるんですよ、はい、で一人辞めちゃったんですけどね、はい、辞めちゃったんですか。一人辞めちゃって、まあ、定年で辞めちゃったのが、はい、鈴木貴文さん。これはもう朝鮮半島情勢のプロですよ、はい、本物のジャーナリスト。でもう一人がね中澤さんっていうあのチャイナ問題のスペシャリストです。俺中澤さんのも結構持ってるんですけど、はい、結構読んでるんですけど、はい、で中澤さんのね解説記事があるんですよ、記事のタイトルはね、はい、米国打倒宣言した習氏、日本でトランプ氏と会談もというね中澤克己さんのこの記事です。日本でですか。はい、4月3日の記事ですね、はい、でねこの記事でね外商投資法の話が書いてあって、はい、でこれは一見譲歩したように見えるんだけどと、はい、いうことなんですが、これ ね不思議なことにねこの投資法の施行時期が2020年1月1日なんですよ、はい、来年ですね。うん、もうほぼ2年後、はい、ね、2020年の1月1日だから、あ、そうか、来年か、来年ですね、来年か、はい、でねあのチャイナっていう国は憲法改正とかも1日でやっちゃうような国なんですよ、はい、なのになんでこんなに遅いのって。そうですよね。でしょ、政府がやると言ったらすぐできるんですね。すぐできちゃうんですよ。でねこれがねなんかちょっとおかしいということで、はい、でねよく調べてみると、はい、なんかねチャイナから見るとねこのね外商投資法をね決めたとしてもね、はい、その下の法律あのまあ、要はあの実際にその、まあ管理監督業務をやってるところの規則とかまで、ね、しっかり決まらないと、ね、ダメらしいんですよ。あ、なるほど。で、ね、それが、ね、どうも、ね、ちんたらちんたら決まんないんじゃないかと決めようとしていないんですかね。そう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 。でね、あの中澤さんの記事にはこう書いてあるんです、はい、外商投資法を円滑に運用するにはさまざまな分野の法整備最速が必要になると、はいね、でそれがなければ地方政府は動かず中央の命令は実行されないと、はい、でしかも最速等の整備には相当な時間が必要だと。で合意しても執行されないという原因の、問題の原因の一端はここにあるって言ってるんですよ。だそもそもあのこの法律自体が施行されるのが来年の1月だし、はい、でさらに言うとその下の最速っていうのはいつ決まるんだってないんですよ。もう永遠に決まらないかもしれないです、ね、そうなのでこれ実はインチキかもしれないと、はいはいはい、でね、米中貿易摩擦を終わらせるためのそう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 、はい、これだからなんかもう曖昧な形で合意しといて、うん、いやなかなか最速決まりませんです何も変わってねえじゃんみたいな感じになるかもしれない、はい、そうですよね、はい、中身が空っぽのプレゼントみたいな感じですよね。そうそうでね、あの先週の虎ノ門ニュースでこれの話が出た時に、はい、大高さんがもうあのほぼ反射神経でいやどうせこんなインチキですよって言ってたんですけど、はい、大高さん当たりおさすが本当にインチキでした、はい、
でこれねどうするのかっていうことなんですけど、あのアメリカもね、はい、そういうことやるだろうって見抜いてるそうです。そうなんですね。それでね合意が遅れてんだって、はい、で合意が遅れててそれで、まあ、トランプ大統領に一応会いに行って、はい、もうこれまとめ切りたいんですよ。チャイナ経済良くないからなるべく早く、はい、でも結局その、まあ、交渉が延期になっちゃって、はい、でこの件で揉めてるでしょ、はい、で一体いつ会えるんだと。で一応トランプ大統領習近平訪問してるんで今度は習近平アメリカ行く番なんですけど、はい、なかなか習近平今アメリカ行けないんですよ。いろいろあっていろいろあるんですね。いろいろ大変で、でそうするといつかっていうと、はい、G20 か、はい、6月にあるでしょ大阪で、はい、であの時にその、まあ、トランプさん来てるから、はい、その時に会談するかもしれないよって、まあ、詳しくはちょっと中澤さんのこの日経の記事読んでください、はい、だから日本でって書いてあったんですね、はい、日経新聞ね毎月4000も出して取ってるんですけど俺ね、はい、唯一中澤さんの記事を4000で買ってますから、はい、あとはねもうはっきり言ってゴミです。日経新聞の記事でそこだけ切り抜いてそうそう、はい、すごいです。毎回本当にあなるほどって感じですね、はいはい、ということなんで外商投資もねこれ意外とダメそうです。はい、で今だからこれでなんか合意するんじゃないかって期待だけで相場がちょっと上行ってるんですけど、はい、ちょっとまた紫の風かなこれな吹いちゃいます、ね、吹いちゃうかなというふうな気がします。はい、はい、で最後日本なんですけど、はい、こちらですどーん数字が来ましたね、はい、消費支出、統計が出ましてですね、はい、こっちがね実質消費ね、はい、実質消費がですね 2.0 から 1.7 ちょっと下がってる下がってますね見えるんですけど、はい、まあ、3ヶ月移動平均がですね 0.5 から 1.2 ドーンと上がりましたと、はい、いうことなんで数勢的には消費はちょっと上向いていると。おちょっと調子がいいんですね。あれ駆け込み需要って思ってしまいますよね。でも駆け込み需要ないと思ってたんですけどね、はい、やっぱあるのかな。それかランドセルを買ったりですとか、あ新学期の準備ですかね。それねちゃんとね季節調整してあります。あなるほど、これ季節調整済み実質指数、はい、そういうのも調整されるんですね。そうなんです、統計はすごいんですよ。すごいですね、はい、そういうあの調整難しいでしょ、はい、だから野党の人には分かんないです、バカだから、はい、危ない、野党になっちゃう。立憲民主党とか国民民主党とかにはバカだから分かんないですけど、はい、まあそういうことで調整された数字のこれなんで、はい、消費がせっかく上向いてるとしたら、はい、増税やめた方がいいですよね。そうですよね、ね、はい、増税やめれば多分日本経済このままいきそうなんですけど。そうですよね、米中もちょっと危ないので、そうそうそう、はい、ここで腰を折ってどうすんだみたいなね。そうですよ ね、 ね、でこの間この腰を折ってとかいうところでね、はい、ハルク・ホーガンの話をしたらね、ある方が私にねホーガン・アンドレの動画を送ってくれまして、ベアハグこうやってやってもう腰折りにいってるんで、ね、あれですね、はい、先週の、はい、先週のあれを見たんですけど、はい、まあ、だから消費は少し上向いてると、はい、ね、ここでやっぱもう一段の金融緩和、はい、もしくはまあね、減税やったらいいんじゃないかなって、はい、そうですよね、こう飛び始めてるのでこのまま行ってほしいですよね。でこの間ねこれに関して、はい、なんと我らが足立誠司さんが、はい、現代ビジネスにですね素晴らしい論説を掲載してまして、はい、純粋にフィリップス曲線で見る日本の景気という、はい、まあそんなような俺勝手にそういうタイトルつけたんですけど、はい、でフィリップス曲線ってこういうやつなんですよ、はい、こういうね、まあ、向こうから見るとこういうやつで失業が減ると物価が上がるっていうこういう曲線なんですよ、はい、でところが日本はね失業率すごい下がってるでしょ、はい、2.1% とかまで下がってるのになんでこれ上がんないんだと物価が と、はい、とそこで足立さんがいやその失業率の統計データが問題なんだと、はい、前にも言いましたけど失業率って入らないんですよ失業者が、はい、でその失業者が入ってないので本当にそのあごめんなさい失業者が入ってないというか働くことをね、はい、やめちゃった人ね、はい、就職諦めちゃった人が入らないんですよ、はい、失業者入るって大丈夫です失業者は全部入らない、仕事をしたい人そう休職してる人は入るけど、はい、もう働くことは諦めちゃった人ね、はい、アメリカなんかでいうとこう労働参加率なんかで見るといいんですけど働くことは諦めちゃった人入んないんですよ、はい、でその働ける年齢であるのに働いてない人全部入れて失業率出すと今ね 5% ぐらいなんです、はい、実は 2.1% って下がって見えるけど 3% ぐらい、はい、でだからその失業してる人 の、 1.5 倍ぐらい就職が諦めた人がまだいるんですよ、はい、でこの人たちを入れるとねまだねフィリップス曲線がねギューってこうギューって物価が上がるところだいぶ手前なんですよ、はい、でじわじわ物価が上がってきてるんですけど上がる傾向の方にあるんですけど最後のキューッと上がるところね、はい、ここまで到達してないのでここまで行くには、はい、そのまあ、3% ね、その2.1% の失業率に加えてあと 3% 就職を諦めた人たちが労働市場に戻んなきゃいけないんです、はい、でこれが戻ってくるまでやっぱずっと根気よく金融緩和と、はい、まあ、財政の拡張できればね、はい、まあ、その引き締めやらない政策ですよ、はい、引き締めじゃなくて緩和政策を続けるべきなんですけどうす、ね、もう 2.1% まで落ちてもね、はい、物価が上がらないんだから金融政策が効かないんだみたいな話になってるわけ。これね実は全く私がいつもアホ扱いしてる、はい、バカどもと全く同じで、はい、金融緩和いくら言っても物価が売れないじゃないかとか言ってるアホどもいるでしょ何だよ、ね、そうそう、で年間80兆の国債を買ってもね、はい、足らないんだったら、はい、じゃあ160兆買えばいいじゃないと、はい、なんで80兆で限界なのお前らバカみたいな話、はい、まだいけるしてますよね、はい、あいつらと全く同じなんですよ、はい、でそんなアホどもの揚げ足取りに付き合ってる暇ないんですよね、はい、
だこれはねやっぱね もう一段の金融緩和を、はい、しかももうちょっと長く続ける必要があるのに、日銀は去年80兆買わなかったもんね、国債ね、はい、でしかも今年増税でしょ。そうなんですよね。で、まあ、去年の4月にね、そもそもあの物価の達成時期の、達成目標、まあ、達成目標はあるんですけど、はい、あの 2% っていうね、はい、物価目標あるんですけど、達成期限に関するコミットメントを、まあ、去年の4月にもとっくに取り下げちゃったんですよ。あ、取り下げちゃったんですね。そうなんです、もう1年前にね、はい、だからもう時期にはコミットしてないわけ、はい、これやばいですよね。いつでもいいから 2% に行けばいいかな。そうなんですよ。で、まあ、消費はせっかく伸びてるんだから、はい、このチャンスにと思うんですけど、なんでこう調子良くなるとすぐにね、はい、引き締め走るのかなと。なんですかね。まあ、今経済で読み解く日本史っていうのを書いてますけれども、はい、まあ、これでもね、いつもそうなんです。江戸時代からいつもそうなんです。ちょっと景気良くなるとすぐ引き締めちゃう、はい、でしばらく長い引き締めがあって、あとまたあの緩和するとすごい景気良くなるんです。またすぐ引き締めちゃうんです、はい。なんでそんなに景気が良くなることが怖いんでしょうね。なんですかね、日本の特性なんですかね。いやでもね、結構ね、ヨーロッパもそうです。そうなんです。ヨーロッパは今日本の真似しようとします。っていうかね、もうこれ人間の差がなのかもしれませんね、はい、というかやっぱこれが高学歴社員の限界なのかもしれませんね、はい、なるほど、はいはい。まあ、エリートどもの、まあ、あの現場を知らないエリートの限界かなというふうに思っております、はい、ということで、はい、まあ、このままいくと人類滅亡かもしれませんね。そうですね、はい、経済的に、はいはい、ということでまた来週、はい。